麻雀スタジオ。MJ を今やっています。上級宅トンプ、定期的に今後も言うので、もう分かってるよという人はまたかというセリフになりますが、麻雀というのは打ち方も考え方も人それぞれで、どんな打ち方でも間違ってはいないと、正解がないという思いが私はあります。なので、この MJ シリーズは私うまいから上げているとか、何か強くなるためにみたいな、そんなニュアンスではないですね。定期的に言っとかないと、私の動画初めて見た方、ファーストコンタクトの動画で、なんか私が傲慢なセリフを言っている動画をたまたま一番最初見た、そんな人がいたら、ちょっとなんだろう、本当は違うのよと。何の動画からこう見てるのかがわかんないんで、本当は毎回言うべきなんですが、めんどくさいんで、たまに言って、たまにと、ちょくちょくいろんな動画で同じセリフを挟んで、で、説明文に書いても説明文なんか多分誰も読まないんで、そのファーストコンタクトの人が説明文を読んでから動画を見始めるみたいな、そんな律儀なことしないんで、今後も言って、定期的にいろんなシリーズで言って、言うと思いますが、そこはご了承くださいと。で、なんちゃ、チーソーがドラですね。単野をドラ1、これは闇で、単野をドラ1を待つ。張ってもリーチしない。パーソーを引いてきたときだけ話違う。5ロチになるか6チッパになるか、ウーワン引いてきたりパスを持ってきたらリーチ考えるかなと。2900、3色が確定したらリーチしようか迷うという一局なんで、テンパる前からダマテンだろうと思っていました。おう、トン、あ、なんだ、初飲みか。シャープ A 白髪チューンが揃っていたけど、国士にはいかないでしょう。何？ちょっとこれ全部落としていく可能性ありますね。そうトンチューンが重なったり、初があんこにならない限りと言おうと思った時にあんこになっちゃいました。なんかパーソーキュースを落としたいですね。とりあえずピンズはローピンのあんこなんて考えてもないんで、まず4、5、6か5、6で使うだろうっていう考えなんで、ローピンは落として形をきれいにすっきりさせておきます。そうこれでトーンをあんこにして、そのさっき言った8、9を落としたいってやつをちゃんと落として、そうで、さっき言った566からここせっかくすっきりさせたんで、マンズから引いてきてリーチと。3個見えるぞ。ちょっと待って、赤ウー切れてるし、ウーアンがもう赤ウー切れてるんで、
参考し仕上げてと。まあ別に3ワイン引いてもいいしますけど。あらら、いい上がりですね。トンパツで2連チャン親で上がる、かなり嬉しい、点数以上の嬉しい上がりだと思いますね。別に私ジャンキリューじゃありませんけど、なんとなく1打目に自敗を切らないというのは少しこう分かる気がしていて、廃効率とかスピードっていう言葉を使われるともう絶対自敗からなんですけど、1打目に自分が切った牌でポンされるとちょっと場が崩れるというか、周りに迷惑かかるというか、右は本一なんで総図かピンズかどっちかですね。この9ピンでチーするようであればピンズの本一だなと。で私はピンズで2面作って初束を落としていくんで、これあれチートイには行きたくないな。数番浮かせといて、まあ、3ワンとか、ウーワンとか、振るの待ちますね。何？これはちょっと下手くそな。普通の人は数ワン捕まえてると思いますね。数ワン4枚枯れたんで、リーチが来ても、マンズ待ちにはならなそうですね。マンズは全部安心そう。せっかくピンズを押さえてやるのに、ピンズがこう、両面に伸びてくんないと、これもなんか危ねえな。ちょっとポンされるの嫌なんで、あともともとピンズが2面つ伸びて初落としていくっていう独りよがりの構想なんで、でマンズ1面つ、あまあ数番切ってここのシャンポンでもいいかもしれないです。8と2のシャンポンと。いやくっつかないね。数番数番ぐらいポンと引いてくると思って数番を浮かせてあげてるんですが、数番がもう2枚切れてる、ローワンも切れてる、チーワンも数番も切れてるんで、数番くっつきづらいしメンツならないんで、そろそろ切ろうかなと。でピンズ2メンツ、ソーズ1メンツ、パーワンとリアンズのシャボと。数番切ろう、そろそろ。白は切らないですね。そうそうそう、押さえて自分でこうもちもちの状態にしてあげて、当たり牌を止めると。あれいやもう今更別にテンパイしなくていいんで。白はただ山にあっただけ、山に埋まってただけみたいでしたね。まあピンズの本一だとは思ってるんで、で3ピン出てきた時点でまあテンパイはしてるだろうと思ってたんで、ヤンピンも抑えましたね。まああと別に上がりたい手に綺麗に伸びてくんなかったんで、そんなに無理に上がんなくていいやと。もうこれはいいね。単野をドラドラがもう見えている。これはもうなんか素直に、あれちょっと余計だな。自敗を切ってなくなる頃には単品イーシャンテンとかっていうセリフを今言おうと思ったんですけど、この初余計だな。初ドラドラ3900でもまあ悪くはないね。ただそれよりもこう、まあ、面単品に伸ばして初がこう自然と押し出されていく、
てをやりっていうのが理想なんで、もう一回初出ても見逃しますね。手が綺麗に育ってきたら初泣いていいシャンテンぐらいだったら泣きますけど、手が固まって動かないようだったら初をポンして、まあオカルトですけどツモ順変えてあげて、気分を変えて、これで一応メンタンピンゴロチが見えてきた。まあシゴロでもいいよ。であとはここが埋まれば自然と初がこう押し出されていく形なんで、まあ親なんでチーでもありかも、チータンヤオドラドラのチーでも全然ありだと思います、ね、個人的に。あとは泣く人、個人的にちょっとこれ泣きます。あのちょっと焦ってます、親なんで。結局あーローソグ、これは裏目ったな。最初の構想はメンタンピン3色だったんで、まあ地位は予定しなかったんですが、ちょっとあの手が伸びてくんないんで、親の連チャンに頼って、スチーはもう危険筋の一つですけど、手が進んだら押します。チー、あらあら、ちょっとこの数番切ってた方が通ってたのか。まあでも4と7って言ったら7から切るのがセオリーなんで、4だと1数番待ちにぶつかる可能性もあるんで、まあ万事休すかなと、この手配を見て。まあ、上の3色に綺麗に伸びれば、で2茶まで6700点差なんで、マンガン出上がりか、マンガン出上がりを目指します。うまく左から出上がったらトップと。いや、マンガン7、8、9の3色とパワー1のドラ絡めて、なんとかマンガンぐらいのレベルですね。いやーどうしよう、8000でしょ、高い。左はもうトンのみの先天でトップ確定の狙いなんで、チーポンしてきて早いと思います。スーソー引いてくるか、スーソー引いてくるか赤ウーピン引いてくると漫画に見えますが、ここぞのオーラスの、あすいません、オーラスじゃないです、今トン3曲ですね。あ、もう完全にオーラスだと思ってやってました。あらら、なんでそう思ったのかな。今トン3曲でした。あ、ちょっともったいなかったな、トン3曲だったら無理に普通に2652ぐらい上がって、こんな Q1 なんか2、30目に来てたんですけど、まあ一応スーソー引いてくるかもしれないし、チーピン引いてくるかもしれないんで、リーチは保留、赤
カウピ持ってきたらチーソーリーチでいいのかな。お、来た来た来た。三色。いや、せっかくなんでリーチ。リーチ三色。赤を一発で積もれば羽まんまで見えます。左うまいなと思って、泣きのなんだろう判断がうまいなと、こうなんだろう、さらっと相手のリーチを、まあ、先天でさらっと流す泣きみたいなやるなという感じです。まああのトップだから点数の高さにこだわらなくていいという自由さがあってのことだとは思いますけど、ビリッケツなんで、マンガン上がるとトップ2ちゃん。トップだと、満直でも今トップだと届かない点差になっちゃったので、マンガンは見えるけど、羽マンが見えないですね、この手牌。羽直だとひっくり返りますね、トップ直撃だと。で、ジャントができて、赤ウーはなんか引くともう羽マン見えるってなりますけど、ちょっと欲張りすぎなんで、まあこれは別に恨めた気はしないですね。急走なんかいらないんで、郵送持ってきた時点でリーチのみとかになっちゃいそうなんで、一発だけは回避しといて、ソーズが危険ですね。といってリアンウィンもまず普通に考えて危険と。あらら、ちょっとどうせビリなんで攻めようと思って、そしたらやっぱビリだったっていう。三色の大物で自ら飛び込んでいったっていう。マイナ25の馬、マイナ20、マイナ45、2250。やっぱ実際天狗ぐらいで、まあ金銭かかってるとどうせ4茶だからもう4茶でいいやみたいな、それはないですね。やっぱマイナス、3万点持ちの4茶と1万点持ちの4茶でやっぱり違うんで、やっぱゲームだからっていうのは後付けの理由ですけど、やっぱありますね。失うものがない麻雀なんで、まあゲームなんで遊びなので、失うものだったら逆にやらないですけど、むしろ得るものしかないのでやってます。まあちょっと C2 に降格して下手くそって言われる一曲ではありました。いつも見てくれてありがとうございます。まあ終わりないシリーズなんで、まあ、自由にやらせてもらっています。また同じことを定期的にいろんなシリーズで言うと思うんですが、まあもう分かってるよという方も、まああらかじめご了承いただければ助かります。麻雀は打ち方人それぞれなので、どんな打ち方でもまあ正解ですし、私の動画はこの打ち方が正しいと、私の打ち方正しいんだ、私が強いんだっていうのをこう見てもらう動画ではないので、まあなかなか人の自分と違う打ち方の人を否定したくなる人は、まあ、この下手くそぶりを楽しむとそう思ってもらえると、まあ、助かりますと。またあげますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。